まきまき、まきチャンネル。皆さんこんにちは、まきチャンネルのまきです。ピアノでコード弾きをしようというレッスンシリーズの動画を配信しているんですけども、今回はキングヌーの白日に挑戦してみました。この動画ではコード弾きをレクチャーしたいと思います。ちなみに演奏編ではなるべく簡単に弾けるように、原曲キーではなく簡単に弾けるキーで演奏しています。電子ピアノやキーボードであれば、私の演奏動画のように簡単なキーで原曲キーを弾くことができます。その設定についてはレッスン6の動画で紹介しています。この動画ではその設定をせずに解説していきたいなと思います。楽譜は今回も Ufretという無料で楽譜とコードが見れるサイトを使います。概要欄に URL を貼り付けておきます。楽譜を開いたらカポ1という設定にしてください。ちなみにコード譜そのままで演奏するとおかしいなって思う部分があったので、変えている部分があります。変えている部分も紹介しつつ、メロディーを歌いながらコードを弾いていきたいと思います。それでは始めます。どうぞ。解説の前に、はじめはコードの基準音のみをビートで弾いてもいいし、慣れてきたらコード、もっと慣れてきたらリズミカルにコードを弾くとより伴奏っぽく演奏できます。リズミカルバージョンを教えますが、ご自身のレベルに合わせて練習してみてください。そして今回はセブンスコードが出てきます。これはレッスン用の動画で説明していますが、飾りのようなものなので、難しければ無視してコードを弾いてください。この曲はテンポが速くて、実際私も弾きづらい部分は無視しています。それではメロディーを歌いながらゆっくり弾いていきたいと思います。1、2、3。ソファミミレドミシシラソソファミミドドミミソソシララソファミ。少し解説すると、 Am7の1個前にラシという音を加えています。このような感じです。そしてお気づきかと思うんですけども、最初の方は同時に弾くのではなくて、大げさにやるとこのように弾いています。それではその続きいくんですけども、音の高さを低くしていますので左側に移動します。それでは E メジャー7の入る前からメロディーを歌ってコード弾き入っていきます。ソソファミミドドミミソソシラドっていう感じです。解説すると、 E メジャー7のところをミゾシソシレの2分割で弾いてます。ミソラ。続きはさらに左側に移動します。それでは少し前のメロディーを歌ってコードに入っていきます。解説すると、ビートはコードの音の基準音をさらに1オクターブで弾いていて、ズンズンチャーズツッツンチャーズと基本的に弾いています。そして明日やると歩き出さなきゃっていうところなんですけど、コードは C と Bm7 なんですけど、その間に C コード、ソーラーシード Cm7 というふうに弾いています。で、一番最後の C はという風に原曲のドラムの音に合わせてやっています。それではその続きいきます。ここからは今までのとこよりも少し簡単になります。ただスピードが速くなっているので、さっきはコードの音プラス基準音を1オクターブで弾いていたんですけど、それだと手が間に合わないんで、もうコードの音だけで基本的にやっています。それではゆっくり歌いながらやっていきます。1、2、3、4。シラソラララソファミファソソソファミレミミミミレファミララレミドドドファミミファソラ
ャー7のところは本当はコードはミソシレなんですけども、その1個前が G で、その後が A マイナーで、ミを弾いていると行ったり来たりになってしまうんで、 E のミの音を捨ててソーソーラーという風に変えています。その後もドドファミミフォー、そこの後ソーラーラソーレレミドドのシーラソーラ、こういう風に弾いています。1、2、3、4、ドドのシーラソーラララララソファミファソソソファミレミレミミミレファミドミソファミドドラララララララレ。と弾いています。一番最後のところはコードで言うと G と E メジャー7しか書いてないんですけども、私は勝手に付け加えて G、F、そして E メジャー、レ、E7 という風に弾いています。それではサビのところいきます。1、2、3、4、ミレドレロレロミドドドシという感じです。ということでいかがだったでしょうか。先日コミュニティの方でアンケートを取らせていただいて答えてくださった方ありがとうございました。また何か気づいたことがあればコメントやアンケートお願いします。貴重なご意見としてなるべく取り入れるように頑張るので、この YouTube チャンネルがより皆様の役に立てるものになれば嬉しいです。それではもしこの動画を見て気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録もお願いします。バイバイ。